えー、岸田総理とその関係者は、今日もいろいろやかしてますが、即解散という形にならないでしょうか、なりません。で、ただ僕はあの、岸田総理の息子さんが、あの階段で写真撮ったのか、マジどうでもいいと思ってるんですよね。だって、あの階段って、土足で登る階段じゃないですか、土足で登る階段、ね、寝っ転がるとか、別になんか服に汚れるだけで、超どうでもいいと思うんですよね。 土土足足ででで入入っちゃいいいけないとこころを土足で入りまましたこれまずいんですよだから例えばその相撲の土俵とかを靴で入りましたとかはいやそれはしきたりもあるしルールもあるからよくないのなんだけど靴で歩くところを寝っ転がりましたえどうでもよくねってでただそれがあの僕が問題だと思うのはその写真が流出したことなんですよ。 要は、その仲間内でそういう遊びって人はやってると思うんですよね。なので、なんか、その、じゃあ、総理大臣室とかに入って、椅子座って、イエーイとかって言って、仲間内で写真撮るとか、多分みんなやるんですよ。別にそれどうでもいいんですよ。問題は、それが流出してしまうような、コントロールができてないという人が、その中にいるということなんですよ。そその、例えばじゃれれがこれ流出した せたらまずいよねって思うような価値観の人って、そのそのなんか階段にいて写真撮ったら、何の問題もなかったんですよ。要は、その「これをやっちゃいけないよね」っていう価値観のコントロールができてないやつが身内にいるということは。 例えば政府の中でこの情報は流しちゃまずいよねっていう話をしたときにそれが漏れてしまうとかフジテレビのアナウンサーとコンパをして情報を流してしまうとかその情報統制という基準ができてないというところが問題であってその土足の階段根っころからはマジどうでもいいと思うんですよねなのでそこのなんかあの攻めるべき部分とちゃんと守らなきゃいけない部分というのがなんか基準がずれてるなっていうふうに僕は思ってるんですけど なので、あの全然ゴロゴロ。その階段でゴロゴロしていいんですけど、あのその写真が流流その流出してしまうような。その情報の扱い方っていうのが良くないっていう。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではヒゲ味でした。バイバイ。